下の役割ね、歌唱人の役割っていうところが書いてあるんで、まあ、フースラの考え方ところ、僕が言ってたように下っていうのはその発語形成、母音を作ったりとか、あの子音を作るっていうところには役立つんだけど、その口頭を支えるっていうところっていうところでは使われないというか、そこは別にしてあげないと障害がありますよっていう話が書かれてるんで、ちょっとそこ読んでみて、あ、ここでは古澤には自然に振る舞うって書いてるんだけど、うんうん、舌はその正しい発声というか、いいところに行ったら自然に振る舞うっていうところね、まあ、自然に振る舞うための前条件としては、まあ、僕があの選手も言ったけど、ちゃんと母音が作れるっていうところ、正しい母音が作れるっていうところ、今言った言語、発語形成に使われるところなんで、舌は、ベロはね、そこのがちゃんと機能している場合に限り、自然に振る舞うっていうふうに解釈した方がいいかな。ドミソドミソファレシソファレド、地声が薄くなる。でドレミファソファミレド、地声が濃くなる。うんうんうん、跳躍が大きいほど地声が薄くなって、逆は濃くなるのような音形の選択の考えあると思いますか。他によく使われる音形はありますか。うん、そうね、今言った跳躍の場合、こう音が跳躍って音が飛ぶねに比べての方が、今ライプニッツが言ったのは、ま、前者の方が地声が薄くなる、で後者の方が地声が濃くなるっていう、それは最初の音が地声で入った時の場合ね。その場合だと、跳躍した時に跳躍した先の音のその鳴り方として、地声を鳴らす筋肉群が弱くなるというか、そこが外す使わないよ、使わない状態でも出せるというところなんだけど、跳躍した場合は音の並びが近い分、その地声が鳴っているところの筋肉群が残っちゃうんで、地声が濃くなるっていう風に。で、そのような音形の選択の考え方があると思いますが、他によく使える音形はありますか。基本的に発声練習するときは、あの単音、こう一つの音だったりとか、今言ったように跳躍させるとか、基本的なところは他にもいっぱいあるけど、例えばとかとかね、こう跳躍してそのまま一回ジャンプしてそのまま出すとか、これ今「ラララ」に関しては、今言ったその跳躍で、そう、跳躍で一回出したのを一回切ってもう一回出すっていうところをやることによって、最初からあの高い音が最初から出る音形とかで、その筋肉群のその反応を習得するっていう意味があるんだけど、まあ一番最初に言った、そのライプリッツさんが言ったその跳躍と順次進行の、まあ、組み合わせと、あとは一回切るスタッカートね、いわゆるスタッカートで練習するとか、そういうのが、組み合わせになってくるね。うん、今のぐらいかな。スタッカーと順次進行と跳躍。例えば自分が歌ってる曲があるでしょ、それの中で歌いづらいなとか、この音形歌いづらいなっていうところを自分で切り取って、で、その部分を単純な母音とかっていうところで処理する発声練習、その音形を切り取って自分で、だから自分の苦手な音形を発声練習っていう、その単純な母音の形に持っていって音、簡単なあのレベルに落とし込んで練習してっていうところ。発声練習も練習してる人のレベル、段階に合わせて変えていかなきゃいけないから、その扱う母音だったりとか音形っていうところもね、いくらでも難しくはできるし、だから自分の苦手な音形、今言ったその順次進行が苦手だなっていう人は、まあ、順次進行の発声練習をメインにやればいいと思うし、こう跳躍が苦手だなっていう人は跳躍練習すればいいし、ベースができた上での先の話になるけど、でも基本的なベースは今やったライプリッツが言った順次進行と跳躍っていうところ、あと単音一つの音っていうところを使って丁寧に丁寧に練習していく。
難しいあの音形で練習する必要はない発声練習を。むしろ丁寧に一音一音丁寧にあのバランスを整えていって練習するってことが大事になってくるから、あの勘違いしてはいけないのは、その、まあ、難しい音形とか難しい発声練習っていうところをどんどんやっていったら上手くなるっていうふうに、まあ、反復練習ね、あの何も考えないでっていうところに陥っちゃうと、いい声っていうかいい発声にはなっていかないかな、僕の考え方としてね。よくあの発声練習するときにこうあの先生とかがバランスを弾いてこうね大きい音弾いてこうずっと鳴らし続けるみたいないるけど、そうやって全然聞こえてないの音が。そういう状態になっちゃダメね。自分の音をちゃんと一音一音聞きながらやっていく、1.5 オクターブっていう音形っていう意味ですか、1.5 オクターブもあるね。というとかね、これも複合形で。つなげたりとか。有名というか、そうね、それもやってもいいと思うけど。これもよく使うね。っていうのも使うし、でその中でも母音を途中で変えたりとか、音の高さによって母音を変えていって練習したりとか、一つの母音だけじゃなくてね、この音域が広くなればなるほど、まあ、母音を一つで保ってやっていくっていう、保てるようにやっていくっていう練習も大事だけど、そこの中でこっからのとは母音を変えていくとか、音形によって地声が薄くなったりとか地声が濃くなるっていうところ、例えば高い音が跳躍した先の音が弱いってなった場合は、この音出す時に弱いってなった場合は、その前の音で地声を強い音、例えば跳躍だったらここで強い音出しといて、この音形を使って高い音をちょっと地声の筋肉系をこう自動的に使いやすくするような音形を使ってあげたりとか、そういう風なやり方あるね。あの音をねちゃんと聞きながらやらない発声練習は意味がないので、まあ、発声練習だけじゃなくて、だからちゃんと音を聞いて丁寧に丁寧に丁寧に発声練習するようにしていって。